はい、アブカーディナル、33ですね。33モデル、はい、これは初年度、最初期の、74年モデルですね。はい、ここですね。741200、74年12月ですね。非常に良好な個体でですね、非常に程度がいいです。70年 初年度、75年にもあるんですが、このロケットベイルと呼ばれるこのベイルですね、テーパーがずっと効いて、アームにつながるんですが、まあ、ここにラインが通るんですけど、ここにスッと入るようなこのテーパーがロケットベイル、まあ、ロケットの先ですね、先端のような、形状していることから呼ばれてます。これ、このベイルアームがあの初年度、初期のものだけにつくものですね。33ですね。はい、全体的にはもうほとんど、ミントに近い品です。で、唯一ちょっとこうフットの部分の先の部分が、若干、ペイントロスがあるぐらいですね。グリーンのペイントがロスがあるぐらいですね。こっち側ですね、先の部分、小さいのがあるんですけど、ほぼ、このこういったノブの辺とかですね、もう非常にクリーンですね。はい、もちろんネジのメッキとかもカットして光っております。摩耗がないです。スプールも非常に良好な状態。この切り替えのですね、はい、状態が非常にいいですね。ですね、はい。まあ、このような非常に良好な、最初期の33カーディナルです。動作もですね、全く問題がなくしっかりと動いております。フリーにするとシルキーな回転がありますね。逆回転も外すとできます。はい、まあ、ここまで、状態がいいのは非常に希少でですね、まあ、やはり使用感が出てくるとどうしてもところどころにグッとペイントがロスしてくるんです。特にこういうところほとんど、状態がもうピカピカなので、エッジのところもほとんどないです。なので、まあ、ここまでの個体はなかなか出てこないのではないでしょうか。はい、お探しの方はぜひご検討いただければと思います。